ういうことなの？韓国人と答えただけなのに、私は何が何だかわからない気分だった。韓国人女性によるドイツ旅行でのエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、我々はドイツで大人気。ドイツで日本語と韓国語でタクシーを止めた結果、あまりの対応の差に世界が沈黙の話題です。海外、今や全世界が親日化。日本はあらゆる面で海外から評価が高く、世界中には多くの親日家が存在していることで知られています。このような国は非常に珍しく、それは同じアジアの隣国と比べるとよくわかります。例えば韓国人と日本人だと現地での対応が大幅に変わってしまう国や地域もあるのです。今回はドイツを訪れた韓国人女性と日本人女性が現地の人々から受けた対応の大きな違いに衝撃を受けたというエピソードをご紹介します。果たしてドイツでも両国の人々に対してどのような対応の違いが見られたのでしょうか。どうぞぜひ最後までご覧ください。そしてちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。私の名前はジュア、韓国人よ。私は最近ドイツを旅行で訪れたわ。ドイツで私はとても衝撃的でショックな体験をしたから、その時のことについて話をしたいと思う。私はドイツへ友人の日本人女性と訪れたわ。彼女の名前は夏美。彼女は仕事の関係で韓国に来ていて、私と彼女は仕事の関係で知り合ったわ。年齢が近く、彼女は韓国語を流暢に話すこともあり、私たちはすぐに意気投合して仲良くなったの。ちなみに私たちには年齢が近い女性であるということ以外にもある共通点があった。それは学生時代にドイツ文学を学んでいたということ。まさか同じ分野を大学時代に専攻していた人に仕事関係で出会えるなんてびっくりしたわ。そんな私たちは最近海外旅行の計画を立てたの。行き先はもちろんドイツ。二人とも大学でドイツ語を勉強していたこともあり、少しはドイツ語が話せる。私たちが海外旅行に行くならドイツ一択だったわ。ドイツ文学を専攻していたとは言っても、実際にドイツに行くのは初めてだし、ドイツの現地の環境などは全く知らない。だから夏美は少しナーバスになっていたわ。ドイツ人って優しいかしら？外国人に対してどんな対応してくれるのかな？と少々不安がっていたの。いくら仕事の都合とはいえ、こうやって韓国で立派に生活している日本人が何を怯えたようなことを言っているのかしら。でも彼女に言わせれば、韓国は隣の国だし、旅行で来たことがあるからそんなに不安はなかったわ。でもヨーロッパとなると少し怖いわ。とのことらしい。そんな彼女に私はこう言ってあげたわ。韓国人の私がいたら大丈夫よ。多分ドイツ人は韓国人のことが大好きなはずだから。韓国国内ではドイツと韓国は非常に友好的な関係であるとよく報じられている。例えば MCM というレザーアイテムのエピソードはあまりにも有名。このブランドはドイツ生まれの韓国育ちのブランドなの。 MCM はドイツで生まれたレザーブランドなんだけど、アジア進出をすると韓国で人気爆発。MCM はドイツから韓国への輸出の数をどんどん伸ばし、やがてソンジュグループという韓国の大手企業が MCM の買収を行った。そして MCM は現在韓国企業が経営するドイツ風のブランドになっているの。ブランドの名称はモードクリエーションミュンヘンに変更されて、今ではアジア諸国の若い世代を中心にスタイリッシュで洗練されたデザインであるラグジュアリーなブランドという地位を築いているのよ。それ以外にもドイツのパンが韓国で大人気になっていたりとか、私たちはドイツの文化に非常に好意を持っているわ。そういった経緯もあり、ドイツ人と韓国人は相思相愛だっていう報道が私たち韓国人の耳にはよく入ってくるの。
私がそのことについて話をすると、夏美は、それじゃあ韓国人のあなたがいてくれれば安心ね。よかったわ。と言っていたわ。この時私は鼻高々だった。日本人が韓国人の私を頼りにしているんだから。私はこの時自分が韓国人であることを誇りに思った。でも実際に訪れたドイツで私はその高い鼻をへし折られることになってしまったの。ドイツにやってきてまず初っ端から私は出鼻をくじかれてしまう。空港から列車を乗り継いだ後ホテルまで向かう際に私たちはタクシーに乗ろうとした。そこで私は私がタクシーを止めてくるわと言って率先して路肩に出た。韓国人の私に任せなさい。この時の私はそんな気分だった。そしてタクシーを止め乗り込もうとしたその時、運転手は私にこう聞いてきた。見たところアジア人のようだね。あなたはどこの国の人？私はそれに対して自信満々に、私は韓国人よ、と答えた。すると、なんと運転手は、悪いけど他を当たってくれ、と言って走り去ってしまった。どういうことなの？韓国人と答えただけなのに。私は何が何だかわからない気分だった。たまたま変な運転手に当たってしまったのだろう、そう思った。しかし、その後に止めたタクシーのドライバーからも同じことを聞かれ、同じ理由で乗車拒否をされてしまった。もしかして韓国人だというのが問題なの？どうして？ドイツではもっと韓国人を歓迎してくれるはずなのに。私は激しい焦りを感じたわ。顔には油汗をダラダラとかいていた。するとその異変を察してか路肩の方に夏美もやってきた。大丈夫？なかなか捕まらないわね。なんだか忙しいドライバーさんが多いみたいね。私はなんとかごまかそうとしたが、とても情けない気分だった。するとその時、一台のタクシーが私たちの目の前にやってきた。すると夏美が止め乗り込もうとした時、やはり同じことを聞かれた。アジア人だね。どこの国の人なんだい？私は自信を喪失しかけていて返事をしなかった。だから夏美がこれに答えた。日本人です。するとタクシーの運転手は笑顔になり、日本人か、よく来たね。どうぞ乗ってください。と言ったわ。なんと韓国人と答えると散々乗車拒否されたのに、日本人なら一発で乗せてもらえたの。まさかドイツでは韓国人は嫌われていて、日本人は好かれているの？そんな疑惑が私の頭をよぎった。そしてこの後もこの疑惑は大きくなる。ホテルに着くと、やはり私たちはフロントにどこの国の人間か尋ねられた。私たちがそれぞれ韓国人であることと日本人であることを告げると、フロントのスタッフは対応に差をつけた。さすがにホテルマンだから客にバレないようにしているつもりだったとは思う。でも、されている方には丸わかりだ。私と夏美に話す時の声色や表情が微妙に違った。私には作り笑顔のような表情で、口角は無理やり上げているが、目は笑っていない。そして声はやや低めだ。一方、夏美に対応するときは、満面の笑顔で声も高い。特にひどかったのは、鍵を渡されるときだった。私は鍵を受け取ろうと手を出したにもかかわらず、スタッフはそれを無視。奥にいた夏美の方に鍵を手渡したわ。なんだか、ドイツで自分だけがのけものにされているような感覚になった。その後もこんなことは続いたわ。タクシーは韓国人であるということを告げると、やはり乗車拒否をされるし、レストランでも同じようなことが起こった。やはり私たちの外見を見てアジア人だと気づくと、店のスタッフはどこの国の人間か聞いてくる。すべての店がそうだというわけではないけど、結構な数の店で聞かれたわ。そして、私が韓国人だと言うと入店を拒否された。3件連続で断られた時は、完全に心が折れてしまった。そんな様子を見て、夏美は何も言っては来なかったけど、
すべてのことを悟っていたようだったわ。旅行も中盤になるともうそういった対応はすべて夏美がやるようになった。韓国人だといえば拒否されるのに日本人だといえば歓迎される。そんな状況が続けば彼女も気づいたのよ。私はドイツから出る時にはとても惨めな気分になっていたし、韓国人がドイツ人に好かれているなんてことは嘘っぱちだと確信していた。韓国人はドイツに対して好意を持っている、それは最初に言った通りよ。でもドイツ人は韓国に対してはそうは思っていなかった。これは韓国の完全なる片思いだったの。ドイツから韓国に帰ってきて、夏美は私と別れる時に、いろいろあったけどあんまり気にしてはいけないわよ。あなたのおかげでとても楽しいドイツ旅行になったわ、ありがとう、と声をかけてくれた。私を気遣って多くは語らなかったけど、彼女が何を言いたかったのかは分かったわ。韓国人は本当にドイツ人に嫌われてしまっているのだろうか。そしてもしそうならばなぜ嫌われているのか。私はそのことについて帰国後すぐに調べてみたわ。するとまさかの衝撃的な事実を知ることになってしまった。イギリスの BBC 放送が世界16カ国と EU を対象にした国家イメージアンケートなるものを発表していたわ。これは全25カ国を対象にアンケートを実施していた。そこで最も韓国を否定的に評価した国はどこかというと、2位フランスに大差をつける否定派 65% のドイツだった。まさかドイツが最も韓国を嫌っていたなんて、私としてはショックがあまりにも大きかったわ。ちなみに韓国との関係があまり良くない国として挙げられるのは日本よね。私は夏美という素晴らしい日本人の友人がいるけど、日本という国自体にはそれほどいいイメージは持っていないわ。人間個人と国は別っていうイメージ。私はてっきり日本人が一番韓国を嫌っていると思っていた。でも実際はそうではなかったの。日本人の韓国に対する評価は肯定派 19%、否定派 28%。意外にもどちらでもないと考えている層が過半数を超えていて、嫌韓層とも言える否定派は2割台に過ぎなかったわ。韓国否定派が約5割のフランスやメキシコ、4割のカナダやイギリスと比較すると、日本人の韓国に対する評価は相対的に悪くなかった。フランスやメキシコは国民の約半分が韓国を嫌っている。そしてドイツはそれ以上。それを考えると私がドイツで受けた対応は当たり前のことなのかもしれない。とても悲しいことだけど仕方がないの。でもなぜドイツがそれほど韓国を嫌うのか、嫌われる筋合いなんてそもそもあるのか、そんな不満も湧き上がってくる。しかしドイツが韓国を嫌う理由を知れば、この状況を納得せざるを得ない部分もあったわ。なぜドイツはそれほどまでに韓国を嫌うのか。ドイツ留学経験を持つある韓国人は自身のブログでこのように公表している。ドイツの人たちはとても秩序があり規則的。それに比べて韓国人は無秩序でラフな人が多い。私たちは我の強い国民性をどんな時でも堅持する。さらに自分たちの非を直そうとしないから嫌われていると思う。このようにドイツの韓国人ヘイトのその理由を分析しているわ。韓国の国民性が染みついている韓国人の私からすると、ピンとくるような来ないような微妙な感覚になるけど、言っていることはなんとなくわかるわ。この韓国人のブログに対して韓国人たちは、韓日ワールドカップで韓国がドイツと対戦した際、ヒットラーの子孫たちは去れというプラカードを掲げたことを根に持っているのでは？ロンドン五輪の時、ドイツのフェンシング選手のフェイスブックに韓国人がサイバー攻撃をしたことが原因、などと憶測している。思い返してみれば、確かに韓国人はかつてドイツ人に嫌われても仕方がない行動をたくさんしてきたわね。しかしそれだけではなく、ドイツの韓国嫌いにはもう少し複雑な社会背景があるという見方もあるわ。
ドイツ在住のある日本人女性はこう話している。ドイツの知人らの話を総合してみると、一つは韓国企業がドイツ経済に影響を与えているという点にあると言えます。経済市場主義に移る韓国企業のイメージはドイツではあまり好まれません。もう一つ挙げるとすると、分断国家であるということ。統一を果たしたドイツにしてみれば、分断状況にあるコリアには何か問題があるという印象を持つ傾向があります。そもそも韓国は1960年代ドイツの協力を受けて経済発展を実現し、90年代後半 IMF 経済危機に陥った時もドイツに大規模な経済使節団を派遣してもらった過去を持っている。それが最近ではグローバル事業を展開する韓国企業が増え、ドイツの輸出業を脅かしているというのだから、ドイツからすれば恩をあだで返されたように映るのかもしれない。ドイツと韓国は世界的に見ても輸出依存度が高い国家だから、経済面での対立は容易に想像できる。確かにそういう考え方もあるかもしれないって感じてしまうわ。また朝鮮半島が分断状況にあるということもイメージが悪い一因だという。戦後保障を真摯に履行するドイツからすると、韓国は未だに戦後問題を抱えたままの国であると見えてしまうの。ちなみに韓国は戦後保障問題について日本を非難する際、日本に比べて同じ敗戦国のドイツはと、ドイツをロールモデルとして議論する傾向が強いわ。さっきの BBC アンケートでも、韓国人のドイツ否定派はわずか 8% しかなく、肯定派は 76%。 韓国人たちはドイツのことが大好きなの。それにもかかわらず、ドイツにおける嫌韓行為は犯罪にまで発展しているほどだという。例えば2011年7月、ドイツのマグデブルクに住む韓国人女性が2人の子供を連れて遊園地に向かう途中、とあるドイツ人女性からタバコを投げつけられるという事件があったらしいわ。そして韓国人女性が抗議すると、そのドイツ人女性は彼女を殴打。さらに大声で目が小さいと叫びながら韓国人女性の首を絞めたというのを。信じられないような事件だわ。当然だけど、そのドイツ人女性は警察に逮捕されている。世界中の嫌韓層は主にネットを通じて韓国を誹謗中傷することが多い。でもドイツは犯罪まで起きてしまっていて、事態はかなり深刻だわ。それだけ韓国人はドイツ人に嫌われてしまっているの。私はこの事実を知ってとてもショックを受けた。韓国人が嫌いだからって犯罪に及ぶのは許せない。でも嫌われてしまう理由があることも知ったわ。歴史的な事実などは覆すことができないけど、人々の行いについてはこれからは正していくことができる。韓国人が大好きなドイツにこれ以上嫌われないために、私たちができることは常に正しく行動するということだと思うわ。いつか韓国が日本のように世界から愛されるような国になることを私は願っているわ。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。ドイツで韓国人気配信者が何度も襲われている映像を見たことがあるよ。間違いなく韓国人はドイツで嫌われている。この差はなんだ。言葉が見つからない。何も言えないよ。本物のドイツ人は決してアジア人を襲わない。そういうことをしているのは移民のドイツ人だ。僕たちは日本人の礼儀正しさと日本食が好きだから。もちろん日本に対する感情はポジティブなものだよ。以上が海外の反応です。日本は世界から非常に好感が高い国だと言われています。一方でお隣の国韓国は世界に一定数の嫌韓層が存在していて、特にドイツではそれが顕著です。ある調査ではドイツ国民の 60% 以上が韓国にネガティブな印象を持っているという状況。逆に韓国国民の多くがドイツにポジティブなイメージを持っているらしく、
悲しい片思い状態となってしまっています。なんともかわいそうだと感じてしまいますが、これは自分たちがまいた種だとも言えそうです。こういった世界からの評価で韓国の方たちが今後はどのように変わっていくのか、また変わることはないのか、私たち日本人には見守ることしかできません。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。